リベンジマッチとなったリオ・ラッシュ選手が本当にすごい試合、綺麗な技とかそんなんじゃない、もう気持ちいい。体動くか動かないんじゃないですかね。コーナー上での戦い、リオ・ラッシュのヘッドバット、これは珍しい。リオ・ラッシュ選手がここで落ちて、もう一回ファイナルが飛びたいですよね、はい、最後の最後に。乱れ打ちだ、乱れ打ちだ、うわヘッドバット、ヘッドバット、頭ボコボコになる、うわー、そして、ファイナル抑えた。どうだ、今度は決まったか、カウントミット、取り返した。 The best of Super Junior 30 champion will be the bad child Leo Rush。 ニュージャパンワールドナウということでですね、今日で3戦目が終わったわけですけれども、名古屋大会終わっての今の順位はこちらとなっております。 A ブロックドン全勝でございます。6点3勝0敗がリオ・ラッシュ選手、石森泰治選手、そしてマイク・ベイリー選手ということになっております。そして B ブロックの方はこちらでございます。ドン分かりません。4点2勝1敗で並んでる人気がこんなにたくさんいるという混戦状態なので、ブシ選手まだ勝ち星が出てませんけれども、上位とのねこの点差幅がそんなにないということで、2人勝ち抜けができるということを考えると、まだまだブシ選手にも可能性があるというこの状況になっている中で、今日のメインイベント高橋宏夢選手対リオ・ラッシュ選手だったんですけれども、これは 3.21 長岡で IWGP ジュニアのタイトルマッチをやった試合のリベンジマッチとなったリオ・ラッシュ選手が本当にすごい試合、もう場外弾3連発、そして今まで出したことない技もありましたし、もう宏夢選手、最後ちょっと気持ちだけでね、なんかこうコーナーに上るリオ・ラッシュ選手に行ったような気したんですけども、もう綺麗な技とかそんなんじゃない、もう気持ちいい。それでもヘッドバット連発からのファイナルアワーでリオ・ラッシュ選手が見事リベンジを果たしたという試合でございました。あとね、ちょっとね胸くそ悪いことがあるんですけども、試合後バックステージでその弱った宏夢選手を翔選手がボコボコにしているという、これは次の対戦相手が翔選手なんですけれども、秋田欠場だという、もうねひどいこと言ってましたね。その翔選手はね、今日田口選手相手になんか、ブラックシューズイービルレフェリーなんかそんなようなこともやりながら、もう全然やっぱ真っ向勝負とか言ってたの全くの嘘でした。もうあの人は信じちゃだめですね。もう宇和島の恥中の恥、ベスト・オブ・ザ・宇和島の恥という、あの男でございます。そして今日のセミファイナル、エル・デスペラード選手とマスター・ワト選手、デスペラード選手は、過去2戦でですね、足を攻められてます。金丸選手、ブシ選手、今日のワト選手どういう戦い方するのかなと思ったんですけども、足いかず得意の首でいきましたね。やっぱりこう弱ってるところを攻めるんじゃなくて、自分の戦い方でしっかりデスペラード選手を超えたいという気持ちで、ああいう戦い方を選んだのかなって僕個人は思いました。その中でもう行くかなと思ったんですけども、デスペラード選手が最後の意地を見せた執念の勝利ということで、デスペラード選手が勝っております。その他にもですね、もうマイク・ベイリー選手、フラミンゴドライバー今日初で、新日本マットで見せましたし、ダン・モロニー選手のドリラキラー、あれ危ないですね。あんなの食らったらもう終わってしまう。そしてチサン選手、櫛田選手を倒して、櫛田選手がですね今も勝ち星なしの3連敗という、これもまたどうなってくるのかわからないという状況になっております。その他の試合も本当に命をかけた戦い、ぜひ皆さんアーカイブでご覧になってください。ということで次はですね、1日移動日がありまして、秋田、ここから東北4連戦でございます。18時半ワールドでライブ配信しますので、メインイベントはリオ・ラッシュ選手と石森選手の全勝対決、そしてセミファイナルは和藤選手対勢いに乗っている金丸義信選手でございます。金丸選手はね、今日勢い止められてしまいましたけども、セミ、和藤選手相手にどういう頭脳を見せてくれるのか、こちらもぜひ堪能してください。ということで、いやー本当にすごい戦いが続いてますけども、まだ3戦終わっただけなので、皆さん最後までこの最高なるリーグ戦ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアについてこい。